カルビ今日トラボは？トラボ置いてきちゃった。ゆうのおはよう。お前だけだよ、笹さんにさっていけんの。で今のやつはもう舐めれないんですよ。超苦いんですよ。経験さん語る。私一回舐めました。カルビ今日トラボは？トラボ。ああ、トラボ置いてきちゃった。置いてこれるんだね。いや、てかこの集合のさ、この集合がさ、あのチームの人だけなんかと思って。あ、いや大丈夫だろ。連れてきてあげろよお前。ずっと待ってるってことじゃトラボ。うん、わかんない。もうトラボ入ってきてもいいよ。なんでお前の曲が必要なんだ。おもろいなあ。あ、来た。トラボごめんね。おはようトラボ。あ、おはようございます。わあ、まだトラボと壁があるな。ございますがついたよ。ちなみにトラボさんは年上ですね。多分アリケンさんの。トラボさんチース。おはようございます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 。俺もよくタメ口だしな。みんなおはよう。おはよう。はい、おはよう。元気ね、挨拶。カルビちゃんは偉いね。おはよう。はい。幼稚園みたいな。元気に挨拶から一日が始まります。はい。こういう日こそ元気に挨拶。ゆうのおはよう。お前だけだよ、笹さんにそうやっていけんの。そうっすね。マロさんバロランってやるんすよね、確か。俺はまあプラチナですけど、たしなむ程度には。マジか。たしなむ程度プラチナ。俺カルビさん当たったことあるんですよ。そうなんだ。マジで。詰めてくるジェットいいんじゃんと思ったら。やめてよ。しかも敵でなんだ。すげえな、プラチナ。そんなにやつしけ。いや、カルビさんもシルバーさんです。あ、ごめん。ごめん。やめて。行ってる時あったんだけどね。まあそう、プラチナに行った時あったんだけどね。今日なんか俺あれって聞いたんですけど、ベータ版からやってるって聞いたんですけど。そうなんですよ。ベータ版からやってます。めちゃめちゃやってるのに。ベータ版。ダイヤだもんね、カルビはね。そう。さっきね、その話してて、ベータ版からやってて今シルバーさんってことは、今ストリートファイター6でプラチナの方が奇跡なんだよね、これ。あ、格ゲーの方が向いてる説あったかもしれないね。いや、そうなのかもしれない、うん、ねえ、うん、なるほど。じゃあ、得意なゲームはストリートファイター6って言って生きていきます。今までは何だったんですか、自分の中では得意なゲームって。あ、オセロです。いや、ま、マジで強い、カルビのオセロ。あ、そうだ、強いんだ。普通に負けてる俺。オセロ強いんや。オセロ強いよ。すごい。あ、スーパーファミコンソフトにフーフーしたこととかないですか。そう、昔はこうなんかカセットがあって、はい、接触具合があるんですよ、はあはあ、全然ゲームつかねえみたいな、うん、でもそのカセットのところにフーフーって息を吹きかけるとなぜか接続良くなるっていうのがあって、エアコンのホコリ取る的な感じの。そう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 、なんか接続めっちゃいいやんってなるんですよ。え、それでも DS とかでもやるよね。あったかも。あったかもしれない。カセット系だったらみんなやってたんじゃないかな。スイッチとかもやるでしょ。意味あるんですか。あ、いや、本当は良くない。本当は良くない。あ、え、良くないの。あの湿気でなんなら壊れちゃうっていうのが聞いた気がする。舐めるやつとかいなかったですか。舐める。痛い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 。ありましたよね。絶対濡らしちゃダメでしょ、電子機。絶対ダメやろって。で今のやつはもう舐めれないんですよ、あのスイッチとか。なんで。超苦いんですよ。そう、超苦いんだよね。そう、経験者さん語る。いやいや、調べました、本当に苦いかどうか。いや、私一回舐めました。舐めたの。マジで苦くて無理だった。ずっと苦い。しびれました。カルビダメよ、お腹減ったからって。俺でも食わねえよお前。そうだよね、本当に苦かったよね、食べれないあれは。